誠に申し訳ございませんでした今日付けで検責処分を受けたのは河合貴則副知事です岐阜県によりますと河合副知事は2020年4月から今年2月頃にかけて副知事室で週に5回から8回ほど加熱式タバコを吸っていました河合副知事は副知事の業務が忙しく時間的余裕がなくなり副知事室で喫煙するようになったと話しているということです 今年3月に職員が庁舎内で喫煙していた問題を受けて、4月に内部調査が行われ、副知事を含む職員19人が、庁舎敷地内の喫煙できょう付けで訓告などの処分を受けました。